はい、こちらが WJ7323R ジーンズですね。これもコミネの土定番のジーンズの WJ732 というのがあるんですけど、そちらのアップグレードしたモデルになりますね。プロテクターが変わりましたね。はい、でプロテクターがこの辺で見せようかな、はい、こういう黄色いタイプの C レベル2のプロテクター、ごめんなさい持っていただいて、顔が入っちゃうとね、そっちにピンがいっちゃうのでなかなか難しいんですけど、はい、あ、これこれ、あ、ごめんなさい、これじゃない、こっちだったはい、はい、あの、もういいです、このままいきます。はい、こちらのね、あの C レベル2の膝のプロテクターが、はい、入っております。はい、ありがとうございます。で、まあ、ポイントとしては、まあ、やっぱりそのストレッチ生地なのですごく履き心地がいいんですよね。で、その運動も妨げないですし、まあ、形としてはね、標準的なレギュラーフィットの感じなんですけど、もう非常にその突っ張らないストレッチジーンデニムを使っているので、非常に履き心地のいい商品だなと思いますね。はい、山下さんいかがですかね。すごくストレッチが効いてて、膝にしっかりとしたパッドが入っているのに動きがすごい妨げない感じがいいですね、うん、いや本当にこれで映像で見ていてもすごく形いい形出ますし、はい、でごめんなさい、ちょっと後ろを向いたままでいただいて、はい、でこちらですね、このボトムのところロールアップしてもらうと、こうあのリフレクターが縫われていますので、はい、こうやってその後方の、ね、非視認性を高めることもできますよね、夜間のですね、はい、という人気の高いコミネのジーンズ、まあ、古いモデルと比べて何が違うかというと、このプロテクターの違いと、あとはそのフロントライズですね、その股上が深くなってますので、よりですね、お腹を保護できる、カバーできるんじゃないかなというところでやっております。いいですね、この下からちょっとしゃくり上げるショットが非常にかっこいいんじゃないかなと思います。というところで WJ7323R ですね、ジーンズ、ミネのジーンズの紹介を終わります。はい、ありがとうございます。